弁護団の皆様との間で継続訴訟の和解等のための合意書を締結することができました。はい、ご準備よろしゅうございますでしょうか。皆さん、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、旧優生保護法を執行してきた立場として、その執行の在り方も含めて政府の責任は極めて重大なものがあり、改めて真摯に反省をするとともに心から謝罪を申し上げます。各地でズームを見ている人が読み取れなかったという問題がありましたので、この後は1個しかないメイン のカメラで、国に対してまだ納得できません。今日合意したもののやっぱり人生が戻ってこないところにすごい怒りがあります。今日多くの原告の皆さんも全国から駆けつけてきて、やっぱり自分の被害は言えないけれども、一つの区切りだと思っていただいているのではないかなというふうに思います。その意味ではこの合意書を踏まえて、各地で早急に具体的な事件での和解を進めていきたいというふうに思っています。